どうも、こよです。今回はですね、こちらの私のマイルームをですね、 AI 化しようと思ってます。私ロートルですが、 AI 化できるのでしょうか。行ってみよう、レッツゴー。はい、それではね、行ってみたいと思うんですが、まあどうしようかな。まずはね、こちらの部屋のね、入り口からちょっとね、いろいろものをね、 AI 化していこうかなと思いますね。まず入り口ですが、どうしようかな。この辺は BB 戦士とかミリタリーのもの置いてある。あ、まあじゃあこのね、この骸骨行きましょうね。入り口の骸骨、ミリタリーの骸骨。はい、こうなります。あ、可愛い女の子になっちゃいましたね。あ、なんかおしゃれな女の子。んー、でも違う。もう一回行ってみましょう。んー、どうなるかな。あー、まあな、まあミリタリーな感じがするけど、何にこの右下のなんか不気味な、何こいつ。何、どんな生き物なのよ。口が2個あるし、目の下がキモいしね、なんだろうね。もう一回行ってみよう。あー、次はね、ちょっとこう、いい感じになってほしいよね。はい。なんでやねん。左のなんか顔くらえず誰。じゃあもういいや。うん。まあいいや、いいや、いいや。まあ、じゃあ次行ってみようかな。次はね、どこ行こうかな。じゃあまあ、とりあえずね、メインのね、方に入っていきたいと思いますね。まあ、どれにしよっかな。何がいいかな。何が面白いの出てくれるかな。どうしようかな。なんかこの迷うよね。いざ。まあ、とりあえずこのね、これ行こう、これ。はい、こんな感じ。次はね、形が分かりやすいのでね、いい感じになってくれるんじゃないかなと期待してます。おー、いいんじゃない？それっぽい、それっぽい。なんかね、一番右ね、躍動感ありますよね。なんかいいね。ね、ガンダムっぽいよ、ガンダムっぽい。これは今回はいいんじゃない？じゃあ、もう一回行ってみようかな。今度はね、ちょっとリアルな感じにね、処理される AI 使ってみました。こんな感じいけるかな？おーっと、おしゃれ。なんだこれ、化粧品？まあいいや、いいや。まあ仕方、まあ悪くない、悪くない。よし、じゃあ次は、あ、じゃあこのね、ザク行ってみようね。まあね、この頭部だけならね、かなりシンプルな形なので、いい感じになるんじゃないか。おー、いいじゃん。ケーキこれ。ケーキ。あ、でもいいね。もう一回行ってみよう。ね、いい結果出ましたね。ザクでした、今のはね。じゃあ次はどんな感じかな。おっと、これはもうザク。もう完全にザクだね。左のビームライフルもね、ちゃんと再現してくれてますね。これ EG8 かな。EG8 の銃もね、ちゃんと再現してくれております。じゃあ次ね、何しようかな。そうだな、この辺、ちょっとな、ライトで光ってるからうまくいかないかな。この辺やったら面白いかな。ちょっとこの辺やってみようかな。はい。まあね、これちょっとね、青くなっちゃってるからな。うまくいくかな。おー、いいじゃん。悪くないじゃん。こんなアニメありそうじゃん。うん、いい。悪くない。もう一回行ってみようかな。ね、行こう。やってみよう。次はね、ちょっとリアルな AI になるようにやってみましたね。はい、どんな感じかな。おー、かっこいい。何が置いてあるかよくわかんないけど、かっこいい感じになりましたね。じゃあまあ、じゃあ次はね、どこ行こっかな。この辺はまあ多分同じような感じになるんだろうな。どうしようかな。そうだな。あ、じゃあこのエルメスタン、ララー専用モビルアーマー行ってみましょう。どんな感じになるかな。楽しみですね。ああ、いいじゃん。エルメスっぽいね。あと左にいたね、オセルトがなぜかセーラームーンになっちゃってますね。あ、でもね、いい感じになりましたね。でも、もう一回やってみようかな。うん、やってみよう、やってみよう。今度はね、ジブリ風の AI を選んでみました。いい感じになるかな。おほほほ、なんだこれ、なんかジブリっぽい。出そう、こんなやつね。はい。じゃあまあ、次はね、じゃあこのオセロット行ってみましょう。オセロットはどんな感じかな？このオセロットね、初めて見たときね、本当にびっくりしましたね。このクオリティの高さね。これが確か500円ぐらいだったかな。めちゃくちゃ安く買えたね。おー、いいね。いいじゃん。モセロットじゃん、これ。ちょっと刑事っぽいね。いい感じですね。警部っぽいな、これね。じゃあ、もう一回行こう。今度はね、ちょっとね、リアルな感じの AI を選んでみました。いいかな？どんな感じかな？おーい、ファンキーだね、これね。
バービーちゃんの彼氏って感じだね。顔が適当じゃないこれ。ねえ、面白い面白い。うん。次は、じゃあ、これ、ライデン、ライデン。ライデン行ってみよう。はい。ちょっとね、ライデンもっこりしてるんでね、そこがどうなるかちょっと心配ですがね、いい感じになるか。おー、いいじゃん。かっこいい。しかも左の、もうビグロもね、いい感じですね。ヘルベットね、いい感じでね、被ってましてね、後ろの方の景色もね、なかなかいい雰囲気ですね。じゃあ、もう一発行ってみましょうかね。次はね、ちょっとね、アニメっぽい感じでね、できる AI を選びました。おー、いいじゃん。左のビグロは相変わらずビグロだな。ライデンはね、ちょっと女の子になっちゃいましたね。可愛い女の子になっちゃいました。じゃあ次は何しよう。うん、ビグロの前のこの子。ムフフな感じですね。期待大です。行こう。この胸のところをね、ちょっとモザイク必要になる可能性があって心配ですけど。いいね。いいじゃない。悪くないよ。じゃあもう一回行ってみようかな。赤いキャミって感じだね。今度こそね、ちょっとモザイク必要でしたらね、ちょっとごめんなさいね。じゃあどうなるかな。はい、なんだこの、ちょっと足がおかしい。なんだ。もう一回行ってみようかな。ちょっとイマイチだね、これね。もう一回行ってみよう。なかなかね、AI 楽しいね。どんなのができるかなって待ってられちゃう。楽しいけど、これね、バービーちゃん、これ。もうバービーちゃんね。そうか、バービーちゃんになっちゃうんだね。じゃあまあ、次行ってみようかな。次はね、どれにしよっかな。あ、この辺行こうかね。プレデター行ってみます。ちょっとね、リアル系のね、AI を選んであるので、いい感じになるんじゃないかなと思います。いいね。アメコミ調になりましたね。あ、かなりいいね、これね。雰囲気合ってますね。せっかくなんで、もう一発行ってみましょう。今度は、ちょっとね、ジブリ調にしてみました。おー、なんだこれ、エヴァっぽいのが後ろにおるな。エヴァっぽいのが後ろにいるよ。まあいいんじゃない。もう一発いってみよう。さあどうなるか。なんかセクシーな女性に変わりましたね。ちょっとなんか雰囲気全く変わったね。なんか要素があんまりないね、さっきのね。まあこうなっちゃうんだろうな。うん、じゃあまあ次はどうしよっかな。エイリアン行くかな。まあ同じ感じになるかな。どうしよっかね。結構ね、迷うところですけども、ちょっと棚変えるかな。棚を変えてみよう。この辺搬入、どうしようかな。搬入か、どうしようかな。まあ、こっち行ってみよう。私のキャラクターを処理してみましょう。さあどうなるかな。キモい。なんか目が3つある。キモいね、これね。横の排入、なんか巻物みたいなの持ってるね。さあ、この辺も細かいからな。どっかな。なんかないかね。なんかいい感じになりそうなのはないかな。ランチさんとか、このモリガン行ってみましょう。いいかな。ちょっとセクシーすぎるかな。さあ、どうなる。おー、いいね。後ろのパトレーバーもいい感じになってますね。うん、いいじゃん。もう一回行こう。さあどうなるかな。さあ今度はモザイクいるかもしんない。おー、なんだこれ。ちょっとこれ、なんか後ろ、なんか、なんなのこれ。ちょっとな、なんかまたお人形趣味な感じだね。まあまあいいでしょう。じゃあ次はね、この元祖 SD ガンダムの GP02。 どうしようかな。あ、この棚行ってみようか。ちょっと細かいけど、じゃあ行ってみます。さあこれね、結構処理ね、時間かかるんですよね。早く飛ばしてます。おー、なんかちょっとファンタジーな感じになりましたね。まあまあ、これはこれでいい感じですね。もう一発行ってみようかな。さあどうなる。さあどうなる。おーっと、これファミコンみたいになりましたね。なんか昔のファミコン調になりましたね。この辺上も同じような感じになるかな。どうしようかな。これじゃなくって、このビグザムちょっとやってみる。どうしようかな。ちょっと迷うね。もう一段上のこれか。これ行ってみようか。さあどうなるかな。いい感じになるかな。
おお、もうまんまって感じだね。ちょっとドムがよくわかんない形になってくる。ザクとかね、ザクレロがかなりいい感じになってますね。さあ、じゃあ次はね、これ Z 行ってみようかな。 Z はどんな感じかな。さあ、Z これどんな感じかな。ちょっとリアルタイプ。おお、かっこいい。メカ Z って感じだね。おお、予想以上にかっこよくなりましたね。じゃあ次ね、どこ行こうかな。さあさあさあ、旋回旋回。迷うね。どうしようかな。一旦ここ脱出。脱出の、まあ武器庫行ってみようか。このガンラック行ってみよう。ガンラックは、ああ、部屋になったね。ファミコン、なんだこれは。サイバーな感じのね。パソコンがいっぱい置いてある部屋になりましたね。なんでやねんという感じですね。さあ、じゃあ次どこ行こうかな。まあ、この辺の銃ね、ごちゃごちゃ置いてあるからな。これ行ってみようか。ここね。ここのどうだろうね。この、じゃあ、シャアとアムロ行ってみよう。これは、どんな感じになるかな。ジブリ風で行ってみます。おー、ほほほほほ。いいのかな。うん、なんかこんなん出そうだね。なんかね、もう一回行ってみようかな。さあどうなる。今度はリアルタイプ。ああ、なんか、うん、なんかちょっと昔のおしゃれな感じの雰囲気が出てますね。おしゃれドラボー、ドロボーって感じかな。さあ次、この棚も同じ感じになるかな。ちょっと違うとこ行こうか。あ、これ行こうかな。シャアたちね。シャアたちどうなるかな。さあどうなるか。シャア大佐、シャア少佐、シャア少佐。あ、なんか、天空の城ラピュタに出そう。はい、次。行ってみよう。おー、なんこ、おー、なんか気持ち悪い。なんか、次行こう、次。あ、ジョジョ。なんかジョジョって感じだね。まさにジョジョって感じになりました。というような感じでね。面白いですね、AI。ね。はい、ということでね、今回はね、私のね、子供部屋おじさんのね、部屋を AI 化するということでやってみました。じゃあもう全体的にね、こんな感じでね、AI 化すると、もう、こんな感じとかね。ね、面白いね。あと、こんな感じとかね。全く違う部屋になったね。ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。紅葉でした。またな。チャンネル登録、 X、Twitter フォロー、高評価をお願いいたします。